日本の極道界の頂点に立つ。ただそれだけだ。ここからは相馬と沢村が動きます。構想してでも手に入れたいってことか。宗像組で面倒見ることになった。文字一家は諦めムードだが、神道組と手を組む可能性は十分に考えられる。市長と建設関係きっちり押さえて仕留めたり。これから八王会は親父を支え、ますますの発展を考えていく次第です。水を差すようで悪いけど、会長を長いこと支えたんはわしらね。その辺のとこ考えてくれっちゅう話。井村さんよ、喧嘩売ってんなら買ってやるぞ。わしと喧嘩するつもりなんか。東洋会はいつでも喧嘩買いますよ。バカ、行くぞ。てめえよ。わしらは少数精鋭だ。その進化が問われる。レシ会逮捕も恩田さんの狙いの一つだ。お前ら指詰める覚悟しとけよ。ロスは時代に劣ってる。わしは時代に逆ろうと生きたる。ここまで頭についてきて、てっぺん狙っとるやないか。任しようかな。ワイの今のうち乗馬しって頼みたかことがある。おいおっさん、どういうことだよ。なんで天野が拉致されたのか分かった。なんでてめえんとこにしょうがないんだ。大変ですよ、八王会のクロスが弾かれました。え、親父、走ろう走ろう。出た早々ありそうだな。清蔵さん、俺は俺のけじめをつけたいんだ。あんたが宗像だか。ああ、ちょい出そうや。何わけもわかんねえこと言ってんだよ。兄弟がぶっ殺すって言ったよな。兄ちゃん、わしと勝負しよう。死んじまったらそこで終わりだ。何も残らねえ。生き様は死んでも残るんじゃねえのか。